兵器解説専門チャンネル、弾丸デスマーチ、へようこそ。世界8タイプの空母の性能を全比較するシリーズ、世界の空母、パート2、です。2回目の今回は、空母の本質である、戦闘機の運用能力について解説します。1回目をお見逃しの方は、そちらを見てから戻ってもらった方が入りやすいと思うので、右上に表示されているタイトルや、概要欄からご覧いただければと思います。世界最小の空母である、タイのチャクリナルエベトの航空機の運用能力ですが、その搭載量は限定的で、ハリアー攻撃機であれば10機、汎用ヘリであれば15機程度とされますが、通常は攻撃機6機、ヘリ6機を搭載したようです。とはいえ、前回動画で説明した通り、現在のタイ海軍では空母に搭載可能な艦載機がないため、哨戒ヘリと汎用ヘリのみを運用しており、事実上のヘリ空母となっています。また、艦載機用のエレベーターは、艦の前後に1機ずつあり、いずれも耐荷重20トン、床面の最大幅が 13.5 メートルとなっており、仮に艦載機として F-35B を持っていた場合でも、全長 15.6 メートルの F-35B は収まらない、ということになります。ただし、後方のエレベーターは艦尾の先端に設置されており、搭載物を甲板からはみ出す形で搭載できるため、床面より大きいサイズの航空機でも昇降可能です。ということで、やろうと思えば F-35B を搭載できるかもしれませんが、タイでは空軍型の F-35A の購入は検討しているものの、そもそも、中国とズブズブの関係になりつつあるタイに、F-35 を売るか微妙だし、買えたとしても F-35B まで手は回らないだろうし、本艦はこのまま稼働率の低いヘリ空母として、もしくは後方艦として一生を終えると思う。インドのビクラントの艦載機は、通常の運用だとミグ29を20機と、カモフ28ヘリを10機ほど搭載しますが、最大で40機までは搭載可能とされます。初着艦方式はストーバーで、これは、発艦時にはスキージャンプを使用した自然離陸で、着艦時には、アレスティングギアと呼ばれる制動装置を使用します。この方式自体は珍しいものではありませんが、本艦が得意な点は、そのレイアウトです。通常この手の空母は、発艦と着艦が干渉しないように、発艦専用の甲板、スキージャンプ、と、着艦専用の甲板、アングルドデッキ、が、重ならないように配置されます。それによって初着艦の作業を同時に行えるように配慮しているわけですが、本艦においては、発艦時のジェットブラストディフレクターの位置が後ろすぎて、着艦専用のアングルドデッキに干渉しています。ジェットブラストディフレクター、JBD、とは、発艦開始位置に設置されている装置で、これはジェットエンジンが噴射する高温の排気から、人や物を防護するための盾の役割を持っており、本艦においては2機設置されています。つまり、発艦可能なポイントが2箇所ある、ということですが、その発艦ポイントが通常よりも後ろにあることから、発艦レーンと着艦レーンが交差しています。こうなると、初着艦を同時に行えないため、せっかくのアングルドデッキの意味が半減します。なぜこのような設計としたのかは不明ですが、アングルドデッキのメリットは初着艦の効率だけでなく、甲板を広く取れることや、着艦のやり直しを容易にするなど、他にも利点があるので、そういった点を狙ってのことでしょうか。また、同じくストーバー方式の空母である3等やアドミラルクズネツォフと比べると、全長が短いので、滑走距離を稼ぐために、長い発艦レーンが必要だったのかもしれません。カブールは、VS トール型の空母であることから、搭載する艦載機は、垂直離着陸が可能なハリアー2もしくは、F-35B を最大で16機ほど、ヘリを10機ほどとなっています。カブールでは、これまで16機のハリアーを運用していましたが、これを F-35B に完全に置き換える予定です。イタリアでは本艦の実質的な後継となる揚陸艦、トリエステ、を進水させており、F-35B の運用も可能となっていることから、
トリエステが収益すれば、イタリアでは固定翼機の運用能力を持つ艦艇を2隻保有することとなります。ただし、2018年に誕生した左翼政権が国防予算の削減を掲げ、F-35 の導入中止を打ち出しました。しかしながら全ての機体をキャンセルすると、莫大な違約金が発生するため、調達数を年間10機から5機まで減らすこととしており、カブールとトリエステで、十分な運用ができるか不明ですが、2021年に発足した新政権の判断に注目です。シャルル・ド・ゴールの艦載機は、通常の運用だとラファール戦闘機を30機前後、哨戒機とヘリを合わせて10機ほど搭載します。フランスはいつも独自の道を行くので、艦載機として F-35B や F-35C の調達計画はなく、当面はラファールを使い続けると思われます。初着艦方式はキャトーバーで、発艦時にはスキージャンプではなく、平らな甲板に設置されたカタパルトによって、戦闘機を強制加速し発艦させるというもので、着艦時にはアレスティングギアで制動する、という方式です。発艦時にはスキージャンプを使用した自然離陸に比べて多くの揚力を得られ、なおかつ短距離で離陸可能となるため、スキージャンプに比べて運用面のメリットは多いものの、カタパルトの出力の制御が難しい点や、メンテナンスに時間がかかるなどの難点があります。飛行甲板は、インドのビクラントと同様にアングルドデッキ方式となっており、艦載機の発艦と着艦が干渉しないようになっていると思いきや、2機あるカタパルトのうちの1機は、アングルドデッキの上に引かれており、もう1機は艦首側に設置されているものの、発艦開始位置に設置されている装置、ジェットブラストディフレクターが、若干アングルドデッキに干渉していると見られるので、同時発着艦は難しいものと思われます。こちらもビクラントと同様に、着艦の安全性や甲板の面積を考えてのことでしょう。クイーンエリザベスの艦載機は、通常の運用だと F-35B を30機前後、その他のヘリも合わせると、40機ほどを搭載すると見られますが、最大で50機から60機を搭載可能、という情報もあります。まあ艦自体がでかいので、詰め込めばその程度は乗せられるものと思います。初着艦方式はストーブル方式が採用されたことから、滑走レーンは艦に対して平行に設定されており、アングルドデッキは採用されていません。ただし、もともとはカタパルトを装備する計画もあったことから、艦のサイズが大きく、甲板も左舷側に大きく張り出しており、広いスペースが確保されているため、将来的にはアングルドデッキ化し、キャトーバーやストーバー方式に対応することも可能と見られています。とはいえ、巨額の費用をかけて大改修を行うとも思えないので、基本的には F-35B を運用するストーブル空母のままで運用されると思われます。ただ、艦載機である F-35B の調達は緩やかで、空母での本格運用が可能になるのは、早くても2023年から、とのことで、それまでは、アメリカ海兵隊から派遣された部隊の F-35B が搭載されることになっています。続いて、中国の山東の航空機運用能力ですが、初代の空母、遼寧の艦載機が最大で50機ほどと思われており、それに対して山東は、艦のサイズが遼寧よりも一回り大きくなっており、格納庫も拡大したことから、戦闘機やヘリなども含めて、最低でも50機、最大で70機程度を搭載可能、との情報もあります。初着艦方式はインドのビクラントと同様に、ストーバー方式を採用しており、発艦時はスキージャンプを利用した自然離陸、着艦時はアレスティングギアによって制動されます。前述したビクラントは、着艦専用のアングルドデッキに干渉するように発艦レーンが引かれていましたが、本型は、3箇所ある発艦ポイントのうち、1箇所は干渉しない位置に設けられているので、やろうと思えば同時発着艦は可能と思われます。ちなみに、着艦時に強制的に戦闘機を停止させるためのアレスティングワイヤーですが、空母用のアレスティングワイヤーは、現在ではロシアとアメリカしか製造しておらず、
中国はロシアから購入できなかったため、非公式な製品として第三国から購入したとか、中国が自主開発したとか、いろんな説がありました。たかがワイヤーと思いきや、強度や耐久度など、意外と作るの難しいらしいですね。アドミラル・クズネツォフは、構想段階において、その仕様に対して国内で揉めに揉め、カタパルトを搭載するぞ、とか、いや、安価なストーブル方式がいいぞ、とか、ソ連の大臣や軍の偉い人たちが好き勝手言ったことで、基本設計がまとまるまでに一悶着ありました。最終的には、近代海軍として世界で初めてのストーバー式の空母となったわけですが、ストーバー式にしては大型で、スホーイ33やミグ29系などの戦闘機に加えて、カモフ27やカモフ31などのヘリコプターや、早期警戒機を含めて、最大で50機以上が搭載可能です。ジェラルド・アール・フォードの艦載機は、通常運用の場合は、FA-18EF スーパーホーネットや、F-35C などを40機程度、加えて、早期警戒機やヘリなど20機程度、計60機ほどを搭載すると見られますが、最大で70機以上を搭載可能と言われています。初着艦方式は、フランスのシャルル・ド・ゴールと同様にケトーバー方式ですが、発艦時に使用するカタパルトは、これまで蒸気式だったのに対して、本級では、原子力による有り余る発電力を活かして、発艦時のカタパルトと、着艦時のアレスティングギアを電磁式に変更しています。電磁式は、蒸気式に比べてエネルギー効率に優れているほか、発着艦する機体の特性に合わせて、加速度や制動力を微調整できることから、機体やパイロットの負荷を軽減できるメリットがあります。また、蒸気式では、蒸気の配管を艦内に長く張り巡らす必要がありましたが、電磁式ではそれも不要となったため、機器自体の小型軽量化と、メンテナンス性が向上しました。その反面、莫大な電力を消費することから、原子力や高度な統合電気システムが必要なことや、技術的な問題、開発費の高騰など、デメリットも存在します。本級の一番艦、ジェラルド・アール・フォード、は2017年に就役し、現在は、スーパーホーネットの初着艦テストを実施するなど、本格的な訓練を行っていますが、カタパルト、アレスティングギアともに、何度もの重大な故障に見舞われており、現在も改善の努力を重ねているようです。また本艦は、ニミッツ級に比べて、1日あたりの出撃可能回数を大幅に引き上げたことで、搭載弾薬量はニミッツ級からほぼ倍増。それに対応するため、弾薬庫と格納庫甲板を結ぶ、兵器用の小型エレベーターを7機も搭載しており、それらについても電磁式となっていますが、電磁式に変えたものは例外なくトラブっているようです。エレベーターの問題については、徐々に解消されつつあるようですが、実戦投入できるのはまだ先かもしれません。はい、ということで、世界の空母、パート2はここまでです。次回は各空母の対空能力について解説します。まあ次も見てやるか、という方は、いいね。チャンネル登録、ベルマーク、のポチをお願いします。